赤帽子インコは、オウムメインコ科に分類される鳥類。ブラジル全長35センチメートル。オハは短い。上面は緑色。下面は、単緑色の羽毛で覆われる。頭部は赤。頬は青。イ毛で覆われる。オハの先端は黄色。外側オハのう軸の内側基部には、赤い反紋が入る。人間でいう手首を覆う。翼の色彩は黄色。 初列風切りの色彩は暗青色。光彩はオレンジ色。くちばしの色彩は紅白色光子の色彩は灰色。熱帯雨林に生息する。季節によっては標高1000メートル以下の内陸部まで移動する。中高生で夜間になると大木の木の絵に集まり休む。ペアもしくは群れを形成して生活する。植生は植物食で果実などを食べる。 繁殖形態は卵生。9から11月に卵を産むと考えられ、飼育下では4個の卵を産んだ例がある。放卵期間は24日、育数期間は34日。開発による生息地の破壊、ペット用の乱獲などにより、生息数は激減している。以前はアラゴアス州にも分布していたが、生息地が消失したため絶滅したと考えられている。 ありがとうございます。